はい、ハリケンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はね、いつもと違う風景だと思うんですけども、今ね、キャンプに来ておりますが、それはまたね、別の動画でお届けしたいと思います。今日がですね、9月の14日火曜日なんですけれども、一つまたね、ご紹介したいものがありまして、キャンプをしてるんですけども、動画を撮影しております。今日ご紹介したいものがこちらです。キャンプライフ焚き火道具の本なんですけれども、こちらにですね、今回付録でブッシュクラフトさんの焚き火グリル、言えてない、焚き火グリルプレートミニというものが付録で付いてきてるそうです。で、今本当開けたばっかりなので、まだ開けてません。早速ね、皆さんと一緒に、ね、開封していきたいと思います。今日発売なので、まだまだ店頭に並んでると思いますので、この動画見てね、気になる方は本屋に走ってください。では開けていきましょう。付録はこんな感じです。メスティンにスタッキングで切るらしいですよ。で、この紹介のページがあると思うので、ありました、焚き火グレートミニメスティンにスタッキング。ここの取っ手部分は、まあ、ブッシュクラフトさんの、私フライパンも持ってるんですけど、枝をね、使ってね、自作してくださいというものですね。使う前にはシーズニング塩。ほうほうほう、なるほど。で、自作ハンドルをセットしてみよう。木を探して削って釘で固定して完成ということみたいですね。で、大きさは 13.3×85×18 で、重さは 119g ということのようです。では早速開けてみましょう。ちょっと今ね、雨降ってるんで、取っ手の枝を探してきたりとかっていうのがちょっと難しいと思うんですけど、ちょっと本当に中身のご紹介だけになっちゃうと思いますが、開けていきます。いきますよ。じゃん。おお、ちょっと袋出ちゃった。で、ここにこの釘がね、ついてますね。結構なんか武骨な感じでかっこいいですね。で、こちらのプレートなんですけど、結構分厚いですね。早速使ってるうちに錆びるんでしょうけど、早速錆びてますが、まあ、それは気にしないことにします。おお、なかなか。で、ここに枝を刺して、まあこうプレートとしてね、焼肉とか、まあ、なんか焼いたりとか使えるみたいなんですが、良さそうなのが、ここにですね、この溝というか立ち上がりがあるので、まあ、こちら側からこう油がね、こぼれちゃうとか、肉焼いて平らなプレートだと油がダラ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 こぼれちゃうんですよ。で、それがここの溝があることによって、こっち側からはこぼれないんで、ただこっち側はね、ないんでこぼれちゃいますけど、そこはこう枝をね、これちょっと刺してる想定ですけど、少しこう斜めにするようになるようにして、ちょっと調整できるかなと思いますし、逆にこう枝を置いてこういう風にやったけど、こっち側から好きな量だけね、油を落とすこともできると思います。で、メスティンにスタッキングできるってことだったんで、ちょっとね、やってみましょう。今ね、ちょうどね、雨降ってきちゃったんですよ。メスティンね、こちらです。よいしょ、ちょっと中身を出しまして、はい、これあのノーマルサイズの、ね、メスティンなんですけど、いきますよ、はい、こんな感じで、まあ、このね、取って入れる部分が、これがまあ、ここの高さが18、まあ、1.8cm ってことなんだと思うんですけど、ここの厚みがね、若干ありますけど、まあ、入れるものによっては干渉しちゃうかもしれませんが、私が持ち歩いてるのが、まあ、この網。あと、こちらの、このポケットストーブ。これだけなんで、メスに入れてるものは。まあ、私、個人的には、ポケットストーブ入れて、網全然入るんで、全然問題なくスタッキング可能ですね。はい。全く問題ないです。まだ全然余裕です。ちょっとメスティン、かなりぎゅうぎゅうにスタッキングされている方なんかだと、ただの平らなプレートではなくて、ここの枝を刺す部分がですね、深さがあるので、ここがちょっと邪魔になっちゃうかもしれませんが、そこはね、またね、うまくね、組み合わせてスタッキングするのも一つ楽しみかなと思います。
では今日はねちょっとねシーズニングとかすることができないのでこちらは使いませんけれども、ちょうど今日発売日だったのでキャンプに行く途中に本屋に行って購入してきました。こちらのキャンプライフですね、付録でブッシュクラフトさんの焚き火グリルプレートミニが、ついてきますので、お値段はちなみに1100円です。1100円の消費税ですね。だから1210円ですね。ご興味ある方はぜひ本屋さんに行って購入してみてください。かなりね重厚感があってしっかりした作りだと思います。これはこれでねちょっと面白い、この枝をね自分で使ってっていうのがこのブッシュクラフトさんの特徴だと思うんですけども、面白いんじゃないでしょうか。では本日の動画は以上となります。またですね今日のキャンプの模様とか他のレビュー動画も準備しておりますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それでは皆さんまたお会いしましょう。さようなら。